いかつさがすごい。うわー、アサマのヘッドマークもついてる。これがアプト式の仕組みやね。ほいだらば、ここの車庫の部分を見終えたんで、この向こう側にもうちょっと列車があるはず。あ、デゴイチとかが止まってるかな。あっちをじゃあ見よう。まずデゴイチから見ていこう。デゴイチの96ですね、まあ、1次型の機関車ですね。1号機は梅小路にいますけど、あ、デフが切り詰められてますね。全体的に綺麗。あ、かっこいい。ロッドはやっぱかっこいいですね。これも中に入れるの、あ、入れなそう。柵がしてる。で、客車が連結されてますけど、あ、これも中には入れへんのか。マイネ40で、向こうはこっちはスニ30って書いてる。荷物車やね。もう寒くて口も回らへんようになってきたぞ。雪ちらついてますけどね。あ、かっこいいね。でも塗装綺麗ですね。で、車両はいっぱい止まってます。ここに見えてるのはソ300。わあ、いっぱいある。車輪がいっぱい。ソって何でしたっけ。何を運ぶんでしたっけ。すごい。ほんでデーデー53、こうですね。うわあ、すごい。いかつさがすごい。うわあ、怖い。これもまあサビはありますけど、あ、なんかラッセルヘッド的なのがついてんのかな。デーデー531。うわあ、すげえ。すごいな、この接合部分。接合部分がすごい。一応連結器はあって、その他もろもろでつながってんのか。お顔部分はこんな感じだよーん。うわ、怖え。こんなんもう巻き込まれたら一撃やな。うわ、恐ろしい。この方向が回った後にこの方向で回るから、もうそれはえらい目に遭わされるで。これはすごで、ここに吸い込まれてった雪はこっち側から出るっていうことだよね。あ、ここか。除雪用ディーゼル機関車 DD531。 こことここがつながってるってことだよね。こっから横にバーッと行くわけやね。こっちに見えてるのはディーゼル機関車 DD51。 あ、 DD51 の1号機ってここにあるんや。へえ。しかもこういう色なんですね。寒いよ。なんかでもちょっと印象が違いますね。なんか試作機的な感じかな。お顔こんな感じ。ギョロメって感じしますよね。これは何でしょうか。キニ581。機動車かつ荷物車ってことですか。あ、中は広そう。鼻水が止まらない。こっちがソやね。ソ、そうですね、そうですね。寒いよ。あ、書いとるわ。線路工事等のために従来のソ200を改良し開発された操縦車。クレーンなんや。なるほど。うわ、いかつ、いかついな。怖い。これはキハ35の901。なるほど。あ、ほんで EF63 があっちにも止まってる。あ、ちょっと見たいところがいっぱいあるな。こっちはキハ20。うわ、すげえ。ここなんじゃこりゃ、すげえ。ほんでお顔部分はこんな感じ。こうですよ。ほんでこれが EF65。 すごい。台車がやばいな。かっこいい。 EF65 が止まってて、なんかちょっと男前ですよね。日差しがキュッとしてて。で、 EF62 と EF15 で、押し17。押し薄い峠とアプト線、まあ、歴史と仕組みを見れるのかな。薄い峠、鉄道の歩み、模型もある。何かしらの地図。薄い峠はどのあたり。ここか。あ、みんなが触るからここだけ破れてる。こうやるんでしょうね、みんなね。これはちょっとじっくり見たいな。かっこいいね。最初は SL やったんか。ほんでこうか。こうなってこう、こうなってこうね。とりあえずここの区間を絶対に越えなあかんかったんやろうね。で、いろんな策を練ってこうなってこうってことでね。ややこしい構造。104年か。すごいね。こんなに昔にここに線路を引いたっていうことがすごいな。こっちは写真がいっぱい。
やべえ形してる。模型がある、すごいな。ちょっと暗いけどね、EF63 が列車を押してる、まあ、機関車が引っ張ってるように見えるけど、上りの区間は後ろから押してるってことやね。はい、2回一通り見たかな。じゃあ降りていこう。よいしょ、アプタさんだ。はい、 EF15 と EF62 が止まってるんで、と交互に見ていこうか。なんかこの誰もおらん車両だけの空間っていいね。何してもバレなそうじゃないですか。階段を上りまして、おはゆに61とつながってる。これも中入られへんかな。入られへんか。あ、いっぱいつながってるわ。お、ちょっと斜めになったコーンがあるな。斜めになったコーン。あ、 EF58 もおる。すごいな、ここいっぱい車両があるじゃないですか。ここ EF53、 EF63、 あ、トップナンバーや。63のトップナンバー、まあ、EF63 はここでしか走ってなかったわけですけど、これね、薄い峠専用の補助機関車、これがすごいよな。浅間のヘッドマークもついてる。こうですよ。あ、ヘッドライトついてる。 EF53 はこんな感じ。旧型の電気機関車かっこいいですよね。はい、こうですよ。ほんでこっちにも機関車がおるぞ。あれもどっから見ていったのか分からないときた。 EF80 が止まってる。あ、ほんでこれはなんか今塗り替え中かな。 EF59 の1号機、ちゃんとお手入れされてるんですね。 EF63 じゃなくて EF58 が止まってる方に進んでみよう。まさかこんなに雪が降るとは。 EF58 の172号機ですね。イナニーやね、イナニー。ブルーの EF58 かっこいいね。で、連結面はこんな感じ。これは何でしょうか。 PC 台、お羽12か。ちゃんとベッドが見えてる。こっちが、ここさっき見たか。 EF15 の165で、押し押し EF70 の1001番。ほんでからこっちは、これなんだ。お、もしかしてこれは入れるんかな。なんかお邪魔します。入った瞬間にみんながこっちを見てきたから出よう。浅間が止まってる。なんか向こうに行くにはどうしたらいいんや。行かれへんのかな。でもこの列車がここを走ってたわけですからね、ロマンがあるじゃないですか。3ことで言うとクッククーって感じですよね。はい、こんな感じでこっちの広場見終えたかな。ほんじゃ向こう戻りましょうか。こっち見てないんじゃない。 ED42 型館っていうのがある。あ、こっちの階段から降りれんのか。行こうぜ行こうぜ。あ、冷たそうな水が流れてる。うわ、もうこれあれですね、こっちに身乗り出してジャポンと落ちたらもう終わりやな。極寒ですからね。なんか泳いでる。よし、こんにちは。はい、こっち入っていこう。お邪魔しますと。あれ、あ、さっきの建物の奥側か。なるほど。こっちはなんかいろいろ置いてある。お、39のヘッドマーク。あ、 ED42 もちゃんとあるんやな。へえ。あ、ちゃんと下から見れるようになってんねや。国産アプト式鉄道。へえ。あ、すげえ。あ、いいやん、トップナンバーか、かっこいいやん。各車輪はロッドでつながってんのか。へえ。で、側面はこんな感じ。うわ、ロボやな、ロボで。これがアプト式のレールか。あ、ここに噛むようなギア的なものがこの底にあるっていうことか。それがここから見れるのね。あ、ほんまや、あるわ。これや、これがレールに噛んで滑らへんようになってるっていうことか。へえ。これがアプト式の仕組みやね。よう考えられてるな。はい、ほんで EF63 が動いてますね。もうすぐ前通るかな。
はい、というわけで今回は横川にある薄井峠鉄道文化村に遊びに来たよという話でした。また次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面タップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とチェックよろしくお願いします。それではさようなら。